はい、ここが遊歩道の、一番先の部分になります。ここで行き止まりです。だからそんなに、広くないですね。計 400m ないぐらいの遊歩道になるのかな。まあ、一番最後にはこういう展示があります。でここから見るとですね、まあそこにバスがいます。でバスがあって、あそこにヒグマがいます。あとですね、ここにもヒグマがいますね。あとですね、あそこにもヒグマが寝てます。でその間のを、まあ、スタッフの方々の車だったり、まあ観光客のバスがこう見ながら走ってるということです。であれガードの車が必ずついてるんですね。扉が二重になってるのはそのバスが出るときにクマが、人間ゾーンに入ってこないように、あ奥からもヒグマ出てきましたね。二重になってるんですが、それの露払い的な動きを、車がしてました。まあ、そういう役割なんでしょう。はい、カラスが来ましたね。なんか巣作りの季節ですかね。はい、ってことで、まあこれが遊歩道です。でですね、忘れないうちにこれに吹き込む形で話しますけど、先ほど飼育員さんの方と話したんですけども、その方はですね、もともと東山にいた方らしいです。でヒグマが好きだということで、まあ、殺されるのが忍びないということでこちらに移ってきたそうです。で1ヶ月ぐらい、名古屋の方だということでした。宇都宮の話だったりとか、もう知ってました。熊牧場の話とかも当然知ってました。で、まあ、おそらく、まあ、当然ビーガンではないんですけども、まあ、それなりにその動物を、と人間の共生っていうことを考えてらっしゃるようで、殺されるのを防ぎたいということでここに勉強しに来たということでした。はい、これがさっきの分岐ですね。まあ、こうやって、まあ、こんな感じで入ってって、まあ、この中で見ると。でさっきはクマがいたんですけど、今はもう、あ、いるか、まだ日向くんという。まあ、ここがあの冬の間あったかくしといて、クマが寄ってくる、引き寄せる、で観光客が見るような仕掛けになっているところですね。はい、まあ、っていうのが、ここのサホロリゾートフェアパークです。次は、バスに乗って行こうと思います。ではでは。